はようございます、吉谷さん。今回も億万長者合宿の動画のリレーを続けていきますけども、突然ですけどね、吉谷さん以外の方にもしこの動画を見ていたら問い合わせをしたいんですけども、お尋ねしたいんですけどもね、知り合いからお金をもらうってこと抵抗ありますか？なんですよ。私ね、今までビジネスをやってきて知らない人からお金もらったことないんですよね。まあ、それどう思いますかね自分のことを知ってる方とか、自分のね動画を見てくださってる方、自分のサイトを見てくださってる方からしかお金いただいてないと思うんですよ、私は。まあ Google から広告収入っていうのも入ってますけども、 Google は私の取引先ですから、まあ知った関係ですよね。で、売上の割合としてはそんなに大きくないです。売上の割合が大きいのは、知ってる方から、知ってる方に対して私がお金くださいって言って、知ってる方からお金をもらう、この繰り返しでやってきてるんですよね。その結果今の暮らしなんですよ。でも多分ね、私ビジネスができてない頃って、知ってる人からお金もらうのすごく抵抗があったんで、知らない方とか縁の薄い方から振り込みがあったらいいのになって思ってたんですよ。これって随分身勝手な発想ですよね。大した関係じゃない人からお金をもらおうっていうのがもう完全に破綻してるっていうかね、めちゃくちゃだと思うんですよ。で、大した関係じゃない人からお金をもらおうと思ったら、それこそね、いい加減なものを売るようになってくるんですよね。いや、きちんとしたもので責任の持てるものだったら、それはね、身近な人から売った方がいいに決まってるじゃないですか、責任持てるんだったらね。でもそうじゃないってことは、あやふやなものだから身近な人に売るのに抵抗があるっていうところに落ち着くんじゃないかなと思うんですよ。もしくは商品はしっかりしてても、欲しがってない人に売りつけようと思ったら、例えばね、自分の肉親とか親兄弟とか友達とかに売るのはためらわれるじゃないですか。いらないものを買わされたって思われちゃうわけですからね。でも付き合いの深い方とか付き合いの長い方に対して、あ、この人だったらこの商品喜んでもらえるんじゃないかなと、この商品があったら助かるんじゃないかなっていうふうに、きちんとリサーチした上でね、分析した上で相手の気持ちになって、これがあった方が助かるよあなたの人生って形で、もう本当にね、恩返しのつもりで紹介する商品とか会社とか人っていうのは、多分その人を築き上げると思うんですよ。結果的にそうならなくなっても、動機の方をね、きちんと組んでくれると思うんで、クレームにはつながらないと思うんですよね。でもよくわかんない人に、よく知らない人、付き合いの薄い人に、まあよくわかんない商品売ったら、それはトラブルになりますよね。だからここが大きな転換点じゃないかなと思うんですよ。まとめに入っていきますけども、ビジネスっていうのはとにかくセールスの毎日です。セールスの前には集客の毎日です。要するに自分の知り合い以外に物を売る対象はないんですよ。ですから知り合った瞬間に、いつかこの人に商品売るかもなっていうような覚悟と、それからそのタイミングが来たら、そのタイミングを逃さないようにきちんと売ってあげるっていうことが必要だと思います。タイミングを逃すと、いらない時に売るってことになっちゃったり、時期尚早ね、まだ欲しがってない時に売るってことになって、これはね、嫌われちゃうんですよ。ですから欲しがってるポイントにしっかりと商品を食い込ませていく、そして欲しがってるポイントに食い込ませていく商品を自分が知っている、持っているってことが非常に大事かなと思うんですよね。その点、情報商売っていうのは、その情報っていうのはね、形が変えられますから、いくらでもリアルタイムにお届けすることができるんではないかなと思います。情報商材ってのはどういうことかっていうと、ここにそのあなたの欲しがってるものがありますよっていうふうなことが情報商材なんですよ。ね、ここにだったらあなたの欲しがってるものがありますよっていつでも言えるかどうかってことですよね。はい、ということで今回の動画は以上ですけども、あなたもね、知り合いからお金もらうようなことに抵抗を感じているようではビジネスマンにはなれませんよ。それは労働者になってしまいます。労働者で悪いってことではないんですけども、この動画を見てるってことはね、億万長者になりたいっていうふうな気持ちを持ってるってことは、自分のビジネスを所有するってことなんですよ。雇われながら1億円、2億円、5億円、10億円の資産を残すことはまあ不可能だと思ってください。その会社の大会社の役員とかになって株式を失火ほっか持っているっていう状態でなければもう無理ですね。労働によって得れる対価っていうのは、よくやって月収50万とか100万いかないぐらいですよ。それではね、どうやっても億っていう金額はつかめないと思います。ということで今回は以上です。